マントラックバスは、マン SE 最大の子会社であり、国際的な商用車製造メーカーの一社である。ドイツ、バイエルン州のミュンヘンに本社を置き、マントラックバスは、車両総重量、GVW3.0 トンから5.5トンの範囲で、バンを生産し、7.49トンから44トン範囲での、トラックや、GVW250 トン以上となる、ロードトレインのほか、 バス、路線バス、高速バスやそのシャーシの製造を行い、ディーゼルエンジンと天然ガスエンジンの製造も行っている。現在、トレートンが100%の株式を保有しており、トレートンの完全子会社である。マントは、マシーンナンファブリックアウクズバーグニュルンベルク、IPA、ドイツ語発音、マイ、ネネフェバイケー、アクスパック NNBK ファビー、 K- マイナスのアクロニムであり、意味は、機械工場アウクスブルクニュルンベルクとなり、それ以前の社名は、マン AG であった。マン製品であるトラックとバス、並びにプレミアムコーチとなる、ネオプランは、マントラックバスブランドに属している。2011年1月1日、マンニューツファルツォイガ社は、自社製品を国際市場に反映するため社名を、マントラックバスに改名している。 なお社名である、マンは、英語圏では、マン、ドイツ語圏や欧州においては、MRN と呼称される。1940年式マン E2962 年生、マン10.210 10マン TGX18.440 ネオプランスカイライナーマンライオンズシティバスマン TG。軍事車両は、ラインメタルとの合弁事業である、ラインメタルマンミリタリービークルズでの製造が、行われている。 株式の51%をラインメタルが保有し、残り49%をマントラックバスが保有している。オーストラリア国防軍に採用された HX45M。ありがとうございます。